ご機嫌いかがでしょうか。ジョン・カビラです。本日はファン待望のフレンドリーマッチ、東京ヴェルディ1969対ガンバ大阪。本日の解説には中西哲夫さんをお迎えしております。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。さて中西さん、この試合のどんなところ注目されていますか。はい、まずは両チームがどんな立ち上がりを見せるか見ていきたいと思います。紹介します。向かって右のエンドから攻めるのがガンバ、反対側左のエンドからがヴェルディ。そしてここは大黒、前へ送る。チャンスになるか。これはタイミングが合いません。後ろへつないで柳沢、どう攻めていくのか。前に送って、そこから山田、右サイドから攻めていきます。中西さん、この立ち上がり、お互いまだ攻めにくい感じなんでしょうか。相手の出方を伺ってるんじゃないですかね。まだ立ち上がりですし。そして右から北川、左に出した。右サイド長いボール、この位置でスローインです。まだ両者無得点。ゴール前入れてきた、ヘディングシュート、あーっとクロスバーの上。絶好の場面に見えましたが、ここは合いませんでした。はい、チャンスあったんですけどね。ヴェルディ、前半の中盤に入りました。しかしまだシュートがありません。ちょっと慎重になりすぎてますね。当たってないかもしれませんけど、ファールにも見えますよね。ヴェルディ激しいですね。イエローカード。今のファール、もう一度ご覧ください。後ろから行っちゃいましたね。そうですね。さあキッカーはエン、直接来た。キーパーキャッチ。まもなく前半も30分が経過します。ここは桜井、中央から上がっていく。右にさばいて、右へ出した。そして柳沢、大黒、ファールです。縦に送ります。縦へ、フォワード、桜井、縦に出した。右サイドバック、渡辺、ここから山口、左に送って、右に送って、右を使ってダイレクトで出す。いいとこ出ましたね。ゴール前に入れた。ここで前半終了の笛です。中西さん、前半を振り返っていかがですか。はい、
ベルディとしては相手にしっかり守られましたね。後半それをどう切り崩すか、そこがポイントだと思います。そして前半戦のスタッツをもとに振り返ってまいります。ベルディ、ここまでの動きはいかがでしょうか。バランスよく攻撃できていると思うんで、焦らずこのまま続けてほしいですね。ありがとうございます。前半を終えて点差はありません。両チーム無得点で前半が終わっています。画面ではハイライトをご覧いただいています。この後も試合をお楽しみください。さあ後半の笛が鳴りました。どちらが先に均衡を破ってくれるんでしょうか。一旦戻します。一旦後方へ下げます。縦に送って、もう一度頭で、激しい攻防です。回して宮本、そしてここは小田場、繋いでエルナンジ、縦に出す、後半の15分に差し掛かりました。指示クレイ、大きく横へ運んでいきます。前方へ、縦にボールが出ました。縦に大きく出します。右から攻めます。ここはヘッドでクリアします。そして左からヒラン、あーっと外れた。いやー、ちょっとコースに行かなかったですね。はい、そうですね。ここまでの戦いぶり、中西さんいかがでしょうか。非常に緊迫した展開で目の離せない試合になってますね。まもなく後半の30分が経過します。エルナンジーニ、横へ運んでいきます。縦へのパス、これは大きすぎましたね。スローインを受けたのはウー、下げてここは米山、左へ出した、前に送る。エルナンジーニ、スクエアにボールを運びます。おっと、オフサイドですよ。ここは旗が上がりました。リプレイです。微妙なんですけどね、ちょっとタイミング早かったですね。右に展開します。右へ外してしまった。チャンスは作れましたからね、あとはいかに落ち着いて決めるかですよ。そうですね。さあここで渡辺、中央を上がっていきます。右サイドを使います。さあ一気に前線へ送った。結局0対0のままロスタイムまで来ました。これは通りません。そして今試合終了、0対0。今日の試合は両者無得点の引き分けという結果で幕を閉じました。中西さん、本日の対戦いかがでしたか。はい、お互いちょっと攻めきれなかったですね。しかしそれの実力が強行していたってことじゃないですかね。ご覧いただきました試合は0対0、両者同点で引き分けとなっています。そろそろ放送時間も残り少なくなってきました。本日の試合は中西哲夫さんをお招きしてお届けいたしました。中西さん、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。
実況はジョン・カビラがお送りいたしました。それでは画面のハイライトシーンを見ながらお別れとなります。皆さんまた次回お会いしましょう。Thank you.